シエナウィンドオーケストラファゴット加野智子です。エルザの大聖堂への入場です。この曲はハーモニーや音の重なりがすごく素敵ですよね。ファゴットとしてはこのミのフラットが嫌な音なんですけれども、スコアを見るとこの4小節目にフルート、オーボエ、クラリネットの人たちがラ、シ、ド、レというふうに吹いているので、そこから上手にソルフェージュしてミのフラットを出すとうまくいくと思います。ちょっと特別なミのフラットの替え指をお教えします。いつもの S の指使いにしてフィスの時に使うこのキーをほんの少しだけ押します。そうすると出だしがスムースにいくようになります。でもこれはたくさん押しすぎるととんでもない音が出てしまうので、ほんの少しだけです。気をつけてください。出だしがうまくいったらこのあたりで浮かび上がってくるように吹けるととっても綺麗だと思います。次に跳躍のことについてお話ししたいと思います。まずこのベエス、エスアス、これはヨドですね。そしてここのデーツェー、これは7度です。ヨドはそんなに難しくないかもしれませんが、7度は少し難しいですね。滑らかに上がりたい。2つのコツがあります。1つ目はデーツェーのツェーの時に左手親指が遅れないことです。意識は一緒というより気持ち早めに押します。二つ目は、デーとツェーの間に、意識としては少しクレッシェンドでつなぐような気持ちで息を押し上げます。この自粛の日々の中で、私は今までずっとルーティンワークにしてきたことを毎日続けています。続けるということが、少しの間でも自分の不安な気持ちを忘れさせてくれたり、自分の励みになるような気がするからです。私はこの2冊の本で、全長のスケールと分散和音の練習をしています。高校生の時から使っているので、ボロボロです。指の動きや息の流れ、音程などに気をつけて練習しています。皆さんは自分の持っている教則本でもいいし、自分が苦手だなと思うことを克服するための自分なりの教則本を作ってみてもいいかもしれませんね。そして練習の最後には自分の好きな曲やフレーズを思いっきり吹いてみてください。私は今は家族のリクエストで見上げてごらん夜の星をとかを吹いています。技術はもちろん大切ですが、思いを込めて吹くということが技術を超えてより大切なのではないかと思っています。